確かに指が長い。本当だ。え？あ、こんばんは。こんばんは。皆さん聞こえてますかね？聞こえてる？しっかり音聞こえてますか？声聞こえてますか？あ、ハロー。ハロー。聞こえてるかな。大丈夫そうですね。時差がある時差がある、うん、そうなの。はい、今日は何をやるかっていうと、はい、第2回の YouTube ライブを始めたいと思います。イエーイ。はい、聞こえてます。ありがとうございます。第2回なので、はい、あ、そうだ、登録者数、そう、4000人突破しました。ありがとうございます。皆さんもう本当にいつもありがとうございます。たくさんコメントもしてくださる方いて、めちゃめちゃモチベーション上がってます。コメントありがとうございます。はい、じゃあちょっとこの隣にいる方は誰なんだっていうね。そうですね。いきなりはーいとか言ってね。そう、誰なんだっていう話なので、はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、自己紹介できる？できます。はい、はい、私、体幹パーソナルトレーナーをしています。ケイティと言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。体幹パーソナルトレーナーってさ、うん、何だよね。、うん、そう、体幹パーソナルトレーナーめっちゃ難しい、ね、体幹は体の内側ですね、インナーマッスルを、うん、主にトレーニングするようなことを教えています。うん、まあ、インナーね。そう、インナーマッスルってわかる？めっちゃ大事でしょ。大事です。空手やってる方多分見てると思うんですけど、インナーマッスル、うん、マジで鍛えるっていうか使えるようにしておくことがすっごい大事で、インナーマッスルね、弱いとか使えない人は蹴りもできないし、うん、なんだろう、ブレる、体が、うんうんうん、ブレるから、もう、もう本当に本当に大事です。だよね。怪我しちゃうよね。するね。怪我とか した記憶ある？基本しない。あ、やっぱ体幹がしっかりしてるんですね。基本しないね。本当に、なんか、怪我した、あ、腰は痛めてた、でも。うん。言ってたよね。そう。ね、なんでかっていうと、反り腰だったからです。うん、そう。え？ニコニコ坊主さん。え？あ、嬉しい。ポカリ。あ、課金ありがとうございます。すごい。すごい。課金の、そう、初。これできるようになってんの。びっくりした、今。うわ、嬉しい。めっちゃ嬉しいじゃん、なんか。こんな暑い夏にはもう嬉しい。ポカリ飲みます。いただきます。ありがとうございます。え、超嬉しいんだけど。ありがとうございます。しっかりコメントも読み上げていきたいと思いますので。うん。はい。で、生放送でお送りしているので、ちょっと聞きたいことを今大募集しています。空手でもピラティスでも、食生活でも、私生活でも何でも OK なので、うん、ぜひぜひコメント欄をもうブワーってコメント読めないぐらいもう速さでみんないっぱいコメントしてください。お願いします。お願いします。あ、嬉しい。松さん、腹筋かっこいいです。ありがとうございます。かっこいいもんね、腹筋。かっこいい。かっこいい。女子でも憧れる。ありがとう。いや、マジで空手やっててよかったなって思う、うん、なんかこう肉体美的な、うん、美ボディだよね。いや、もうさ、これ空手のおかげだよ、マジで。私も今育成してます、空手で。お尻を、育成中です。はい、お尻ね、プリッてしてたらやっぱかっこいいからね。うん、うん、ちょっと今後も続けていきたいと思います。はい、はい、どうしようかな。コメント、あ、初の生ですか？いや、違います、2回目です。2回目の生放送です。生放送生配信です。はい、じゃあちょっと2回目の生配信なんですけど、コメントを
くれた方たくさんいるので、ちょっとコメントランキング、はい、1回目の放送後からの、あ、1回目の放送後からの昨日までのコメント、あ、裏だね、これ裏返しになってるかなはい、ではコメントランキングいきたいと思います。イエーイ3位から発表しますね。はい、いきます。3位、じゃじゃん。3位はムサさん、ムサワングさん、ありがとうございます。前回もね、あのコメント入りじゃないわ、なんだっけ、ランキング入り、ランキング、そう、ランキング入り。あ、そうだ、ムサさん前回1位じゃん。すごい。3位に下がってるよ、どうした3位下がってるよ、どうしたあれ、ちょっともうちょっと頑張ってください次2位、2位いきますよ、てれーん、はい、トゥッティさん、ありがとうございます。25コメントいただきました、ありがとうございます。前回は3位だったんですけど2位に上がってますすごい、ありがとうございます。いつもよし、ではランキング第1位発表します。じゃじゃーん、はい、ケンジさん、ケンジ中井さん、中井さん、ケンジ中井さんは27コメントしてくれました。めっちゃ嬉しいよね、うん、なんかさ、ね、モチベーション上がるよね、やっぱりコメントしてもらうと本当にありがたいってありがとうございます。で、3位に入らなかったけど10コメントくれた方、じゃじゃーん、こちらになります。こちらの皆さんです、めっちゃいっぱいいるじゃん、嬉しい、ありがとうございます嬉しい、ありがとうございます。なんかあれだね、本当にやっててよかったなって思います、うん、なんかね、本当にねなんていうなんていうの、なんかさ、あの反応してもらえたりさ、そうだね、するとさ、うん、なんかこっちは知ってほしいとか、うんうんうん、もう愛を込めて、なんかもう気持ち込めてやるじゃん、うん、それをもうみんなが見てるよって、うん、なんかコメントとかでも言ってくれたりとか、なんか会った時にいつも見てますっていう、うん、なんかありがとうとか言われると、うん、いやこちらこそありがとうだよみたいな、もうこの画面を介してね、そう、すごい本当に、え、あ、ニコニコ坊主さん、極真ですが腹打ちさせてください腹打ちそして課金さらっと課金、ありがとうございます、課金ありがとうございます、腹打ち課金かなさせてくださいって書いてあるからねえ、やられるってこと、そうじゃない、やられる側でしょ、マジ やりたいんでしょ、痛いの嫌い痛いの嫌いよし、じゃあちょっとずつ、コメントも読みつつ、うん、今日なんでねケイティがいるかっていうと、8月23日、今月の8月23日にイベントをやるんですよ、私たち2人の、はい、そうなんです。でこのイベントも、まあ、2回目になるんですけど、うん、今日初めて知る方も多分いると思うので、あのどんなことするのかなとか、うん、ちょっと説明していきながら、まあ、空手の、何技とか聞きたいことがあれば、うん、ぜひぜひそういうのも説明していきながら、もういろいろやりながら、はい、いろいろやりながら、はい、進めていきたいと思います。あ、そうだ、今日はね、本当は空手のオリンピックが行われた日なんですよ。本当だったらそう、なんかオリンピックになって、なんだろう、オリンピック、空手がオリンピックに入るって思ってなかったのね、ずっと。あ、そうなんだ。そう、今回初めてだから。うん、そうだよね。そう、初めてオリンピックになったから、まあオリンピックになったらいいなってね、みんな思ってたけど、うん、やっとなったのね。うん。で、まあ皆さんもね、空手やってる方だったら知ってると思うけど、やっとなってめっちゃ嬉しかったし、うん、嬉しかったし、私が空手を続ける理由としてオリンピックっていうのがあったから。このオリンピックに向けて頑張ってたなって、なんか懐かしく感じる、もうなんか頑張ってた
去年か、うん、去年一昨年ぐらいから徐々にオリンピックに向けてってやってたんだけど、うん、なんかね今まで頑張ってきたみんながあと1年また頑張るっていうね、なんか不思議な感覚ですけど、うん、でもやっぱりオリンピックを通して何だろういろいろ感じることがね人それぞれあるだろうし、うん、なんだろうこのまた1年増えてよしまたレベルアップできるなって思う人もいるだろうしね、うん、そうだね、そう前向きにいかなくちゃね、マジでみんな前向きだと思う、うん、本当に。だから私もその前向きな気持ちを受けて、なんか私も新しいことまたちょっとやろうかなって、うん、思えたから、うん、だから YouTube も始められたし、うんうん、そうめちゃめちゃ前向きになれる、うん、ことだったかなって思います。まあ本当はねやってほしかったですけどね、うん、正直な気持ち、まあねでもしょうがないもんねこればっかりは、そうしょうがないから、まああと1年私もね選手の皆さん応援させていただきます。はい、基本ってどれくらいやってますか。ちょっと根本さん基本どれくらいやってるか、基本か、基本の練習はめちゃめちゃ大事だと思いますね。そうケイティともいつも話してるよね、うん話してるあの基本もう全部なしにして、うん、いきなり難しいことやろうとすると、うん、怪我するし、うん、何なんか基本基礎できてないと、うん、やっぱりなんだろうできないっていう壁にぶち当たるじゃん、うん、どこかで出てくるからねそうやっぱりなんかこうスピードが遅くなるし上がるスピードが、うん、だしなんだろうなんか壁にぶち当たるよね、うん、こうレベルアップしようって思った時に、うん、それがすんなりいかない、そうだ、ね、ちゃんと土台がないと、そうだね、うん、だから私いつもなんか基本基本基礎って言ってるんですけど、なんかそんなんできるよって当たり前じゃんみたいな、一番最初にやるものだからって、うん、みんな思うかもしれないんだけど、それが意外とあーもうちょっとこうした方が次につながるだろうなって思うんだけど、まあ、やっぱり聞く人と聞かない人いるじゃん、うん、いる、いやできてるからって思っちゃったらもうそこで結構なんだろう遅くなるよね、うん、スピードが、スピードがね成長スピードが止まっちゃうよね、そうそうそう、あそうね、でそうですね、なんだろうどれくらいっていうか、それは集中してれば本当に30分でも1時間でもいいと思うんですけど、続けることが大事かな、うん継続、うんそう、なんだろう、ちょっと忙しくても朝の10分15分をやるだけでいいよね、うん、って思う、うん、なんかその習慣が絶対技にも出るし、もう何試合に絶対つながると思ってるから、だからなんかこうぽっこりお腹直したいって言って一回空手やっただけで治るかって言ったら、うん、正直言ってぽっこりお腹がいきなりペタってなることはないむしろそんなのあったら誰でもやってるよ、ね、やるよから本当に基本を習慣化させていくことはすごく大事かなって思う、うん、だから本当に姿勢もね、うん、空手姿勢すごい良くなると思うし、でケイティも姿勢のことすごい詳しいから、うんうん、私いつも教えてもらってますケイティから教えてますはい、でそうね、ハローハローって言ってる、ジグロヒサロ出た、絶対聞かれるよねちゃんひんこさんこれ悪意ある何悪意あるジグロかヒサロか、そうですよね、皆さん気になるところですよね、ジグロですね天然物ですね、はい、ヒサロね一回も行ったことないんですよ、私一回行ったことあるっていうのかと思った一回も行ったことないんですよ、ここだけは言わせてほしい、そう、ね、声を大にしています、ヒサロは一回も行ったことありませんでなんで黒いのかなって思ったんだけど、うん、この間テレビで見て、うん、オレンジジュースを飲むと、うん、日焼けしやすいんだって、えそうなの、そう知らなかった、知ってた、みんなオレンジジュースを飲むと日焼けしやすいらしいです、だから、なんか黒くなりたいなって人はぜひオレンジジュース飲んでみてください、私じゃあやりたくないじゃあ気をつけて気をつける、
ンジジュース飲んで外行かないようにすると、うん、まあそんなに ね吸収しないみたいで、そうすごいね面白くない？面白い。そうオレンジジュースよく飲む。好き。絶対それじゃん。ね、だと思う。まあ、あとはまあ何下地ができてるから。下地ね。そうそう。すぐね吸収してくれるの。うん、こんな話どうでもいいんですけどね。もう私の暗い話なんて。いいんですけどどんどんね行きましょう。うん、はい。ウルキオラさん好きな映画、漫画、アニメとかあったら教えてください。好きな映画漫画、映画ね、あれめっちゃ好き、レ・ミゼラブル知ってる？うん、でも私見たことないそれ。マジ、うん、見て見る。レ・ミゼめっちゃ好きなの。あとグレイテストショーマンとか。あ、面白いよね。そう、あとピッチパーフェクトとか知ってる？わかる、元気もらえるね。あ、もうねミュージカル系大好きなんですよ私。ミュージカルもう歌って踊ってみたいな、もう気分上げ上げ、そう。超楽しい。アニメはねあまり見、あでも前はコナンとかめっちゃ見てたかも。あ、なんかつい見ちゃう、うん、こう大人でも見ちゃう、ね、見ちゃう、うん、わかるよ、面白いね、うん、面白い。そうコナン私の妹も大好きで。あ、そうなんだ。もうグッズ買うぐらいのもう本当にもうガチのコナン好き。そう言うね。そうなんかコナンのことに関しては妹に聞けば何でもわかるっていう。そう、ウエクサ選手も YouTube 始めましたね。あゆみ先輩も YouTube デビューおめでとうございます。知らないけどね、あゆみ先輩に、ね、初めまして。初めましてっていうか見てないかもしれない。あ、そっか。うん、そうね、そうなんです、始めましたね。僕も反り腰なんですが怪我しないように矯正した方がいいですか？絶対直した方がいい、うん、あのねトムチャンネルさん、絶対直した方がいいですマジで。反り腰何が悪いかっていうと、いきなり立つよ、うん、いきなり立ちますよ。あのね何が悪いかっていうと、反り腰してると蹴りやる時とかもずっと反り腰じゃん。だから無理に伸ばそうとすると、うん、もう腰超痛めるの、うん、で、私が思ったのはスクワット、スクワット重り持って、私スクワットもともとやってたんだけど、重り持ってスクワットやるときめっちゃ反り腰やってたのこれ、うん、でこれ一番良くないのね、うん、腰にめっちゃ負担かかるの。だから反り腰直ってここでやると多分それ以上の力も出ると思うし、痛めないで強化できる、うん、からもうね反り腰本当に直した方がいいですよ。結構いるよね、うん、気づいてない人もいるし、うん、うちの妹気づいてなかった反り腰って。嘘、言う、また言うだけど。ゆーちゃんめっちゃ出てくる。そう、はい。あ、ゆうかさん書きありがとうございます。あれゆうかの。ゆうか T 書きありがとうございます。嬉しい。そう、反り腰は直してください。ケイティに直してもらってください、はい、ケイティはねあれだよね、パーソナルでやってるんでね、うん、今パーソナルをメインにやってます。グループレッスンもできるけど、あ、反り腰に効くやつ、効くやつっていうか、あ、ありますよ。あ、ちょっと今やってもらいます、うん、じゃあぴったりなのがこれは、はい、基本的な動きになりますので、はい、ちょっとみんなも反り腰確認、反り腰確認と、あ、そうだね、反り腰確認から反り腰さんにやってほしい簡単なエクササイズがあるのでお伝えしますね、うんうん、はい、はい、じゃあ皆さんお家にいる方も多いと思うので、痛くないところ、うん、ちょっと寝ますんで仰向けで寝ていきます、はい、でちょっと痛くないところに寝てもらって、はい、で寝たら両膝を立てます。で見えるかな、これぐらいでいいかな、うん、大丈夫だと思う、はい、見えますかね。で足は骨盤幅くらいに開いてください。で指先まっすぐ立てたら寝ますよね。でこの状態で自分のこの腰の後ろに手のひらを入れてみてください。でこれ手のひらが1枚がっつり入る方、あとはすんごいここに空間がある人、見える、うんうんうん、これ反り腰の人です。がっつり入っちゃいけないね。がっつり入っちゃダメ、はい。じゃあどれがいいかっていうと、うん、まあ、大体自分の指の第二関節ぐらいが入るか入らないかぐらいが
ベストだって言われてます、はい、みんなやってみてくださいね。反り腰チェック、やってみて。そう、これすんごい腰反っててめっちゃ空いてる人は反り腰さんです。はい、あなた反り腰さんですか？じゃあね、この反り腰さんにぴったりなものをお伝えしますね。イエイ。じゃあ手を手のひら入れてください、腰の後ろに。で、腰の後ろに入れたらおへそありますよね、うん、で鼻から息を吸って口から吐きながらおへそを背骨の方にグーッと押してください。グーって押すと、はい、背中が手のひらの方にグーッと押されてピタッとくっつきます。で、どん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 強くなると手離した時に、うん、この腰の後ろがしっかり床と密着する、この動きを繰り返します。で、鼻から吸って楽にして息吐きながらおへそをぐーっと背骨の方に押していく、はい、これ何が起こってるかって、骨盤が反ってた、まあ、前傾って言うんですけど、骨盤が前に行きすぎていたのを後ろに強制的に戻す動きをしてます。はい、今反り腰さんの戻すやつやってますよ。はい、もう一回いきましょうか。はい、鼻から吸って息吐きながらおへそをぐーっと背骨の方に押してって背中と床をピタッとくっつけてください。で、吸って戻して吐いてピタッと押していく、うん、これが大事です。はい、はい、反り腰さんはこれを、まあ、毎朝あと寝る前とかやってもらうとちょっと楽になると思います。ベッドとかでもいいの？ベッドだと柔らかいからあれかな。そう、柔らかいから、まあ、硬い、まあ、床の上、絨毯引いてあるところとか、うん、だからマット持ってる人は、うん、まあ、ヨガマットとかあったら一番いいと思うんですけど、うんうん、やってみてください。はい、よし、はい、では反り腰さんチェック、みんな やりましたか？大丈夫ですか？はい、松さん、空手の選手美人多いですよね。マジですか？ありがとうございます、ね、嬉しいな、なんかありがとうございます。褒め言葉だよね。ね、嬉しいね。勝負飯はありますか？ニコニコ坊主さん、勝負飯は、うんと、特にね、あの、あれ決まったのはないんだけど、好きなご飯好きなご飯は、あの、手羽元のケチャップ煮。へえ、そう、めっちゃ好きなの。あのね、おばあちゃんもお母さんも作ってくれる料理で、うん、超簡単だし、あ、今度 YouTube にちょっとあげようかな。私も作ってみたい作って、え、教えるお願いします。はい、あとはトゥッティさん、こんばんは。あ、トゥッティさん、さっきあランキング入りましたよ、コメントランキング。あ、じゃじゃーん、まだ見てるかな、トゥッティさん2位です。あの、前回より1位上がって2位になりました。ちょっと1位狙って頑張ってくださいね毎日コメントしてくださいお願いします。はい、プリプリマン、プリプリマリンさんプリプリマンごめんなさいすいません、本当にすいません。プリプリマリンさん、慢性的な故障箇所などはありませんか？ないです。反り腰を直したら腰が、あの、痛くなくなったから、うん、もう慢性的なのは本当にないから、どこも痛くない、超健康。結構ふにゃふにゃだもんね、体もこうぐにゃぐにゃだしね。柔らかくなったね。そうなの、めっちゃ柔らかくなりました。はい、もっとゴージュの方やってください。あ、ゴージュの方ね。何ゴージュの方って？ゴージュ流の方、うん、あー、そう、あの、私流派違うんだけど、うん、和道流っていう流派なの。わかんないでしょ、うん、わかんない、全然わかんないでしょそうそうなのよね。あ、そうだね、川崎さん呼んで川崎恵美子を呼んで、ちょっと50流の方やってみたいと思います。チャレンジしますあ、ゆうか T さん、これでオレンジ飲んでねもう面白すぎるでしょオレンジのお金だったのこれ、うん、ありがとうオレンジのやった、ポカリとオレンジゲット飲み物ばっかりお腹チャッポチャッポになっちゃうすごい、ありがとうございます。あの、喉カラカラになっちゃうからね、うん、はい、最初から虐待で始めましたか？あ、そう、構えのことなんだけど、うん、虐待っていうのは、あの、私右の手が前なのね、うん、で結構左の手が前の人が多い、うーん、なんか右利きの人は左
が前みたいな、うん、あ、声出せるから左利きの人は右が前、そうそうそう、うん、っていうなんか決まり、うん、があったんだけど、うん、今は結構あのどっちでもやる人が多くて、私はあのちっちゃい時に右左右左って何回かあの先生に言われてやってて、結局あの虐待の方がなんかフィット、うん、自分にフィットするなってなって、じゃあこっちで行こうみたいな、なんか私は別にそんなどっちでもよかったの多分。あ、先生が、うん、お前はこっちだって言ってこっちやってくれたって、そう、ありがたい、ありがたいです、ね、本当にあの虐待やりづらいって言われるから、うん、こっちがやりづらい人が多くて、うん、だからもう本当にありがたいよね、そこで虐待になんなかったらさ、そうだね、そう、また変わってたかもしれない、うん、はい、お、なるほど、わかりました、根本さん、なんだろう、どこかな、あ、基本ね、基本のことね、はい、オープニングのオス、空手日本代表の可愛らしいですが本気のオスを言って受ける本気のオス、あの私オス言わないんですよね、あんまりあの大人になってからオスあんまり言わないな、高校の時にオスは言ってた、うーん、結構返事もオス、うん、なんか挨拶もオス、本当、じゃあ入ってきてオス、え、そうだよ、え、そうだよ、そうなんだ、そうだよ、なんかあれでしょ、不思議でしょ、友達なんか学校って高校とかさ教室入ってくる時にオスって言って入るってこと教室入る時は言わない言わない、そこまでは失礼だった今日、あ、なんか学校であの先輩とかすれ違う時とかは、うん、オスっていう、あ、部活の先輩とね、ちょっと恥ずかしかったけど、うんうん、なんかはい、オスやってみますか、じゃあ、はい、ケイちゃんにも試してもらおう、初オス、初オスオスじゃないよ、オスだよちっちゃいやつ入んないね、はい、オスってオスオスね、オスね、分かった、はい、いきますよ、はい、本気でね、うん、オスだよね、オス、腹から声出して、構えとかある、あ、特に大丈夫、あ、こうやってやるか、うん、こうやってやりたい、きます、集中して、はい、真剣に、はい、いきます、せーの、オス、おー、響いた、すごい、やっぱあやかちゃんすごいね、何こう反響がもうここのこっちの鼓膜が破れそうだった破れてない、大丈夫大丈夫、本気でやってって言ったからさ、やっぱ本気でやるしかないよね、どうでしょう、見てました、今聞いてました、ちゃんと大丈夫はい、お、直配備さん、こばわー見に来ましたありがとうございます、かわいいアンズティさん、こんばんは、うん、お、反り腰チェックやってくれたかな、うん、太それはどうすればいいの、そうだねどうする、それはちょっとまず痩せましょう、はい、痩せるためには、痩せるためにはまず、うん、やっぱ痩せるためにはまず食事じゃない、うん、そうだね、うん、食事と軽い運動するとそうあの痩せてくるよね、うん、痩せてくるっていうか、まあ、あの戻ってくる、うん、本来のちょうどいい体型にねそう、まずはついた脂肪を落とさないとね、そうだね、なんか本当にちょっとの動きでもいいから、うん、こうひねり加えたりとか、うん、なんだろう、でも姿勢をさよくするだけでさ、うん、めっちゃウエストさ、うん、出るよね、出るし、背も伸びる感じする、そう、私のパーソナルであの受けてくれてる人、うん、始めてから4ヶ月で2センチ身長が伸びてる、うん、えすごくない、伸びるんだ、伸びる伸びる、マジ、うん、それまで多分こうだったんじゃない、それがこうグググッと伸びてきて、この間健康診断行きましたって言って2センチ伸びました、すげーすごいよねじゃあ私も155センチだから160センチになりたいです、それは無理お願いしますそれはちょっと無理か、5センチ伸ばしてくださいそれは無理かな、ダメか、え、すごいね、でもなんかこうあれだね、やる気になるね、ね、身長伸ばしたい人ぜひ、うん、ケイちゃんにお願いしてください、2センチぐらいだったら伸ばせます強いやー、はい、お、オスのポーズそうだね、こんばんは、よし、よしおさん、よしおさん、よしお北住さん、こんばんは、逆にフルコン出身の僕にオスのポーズが最初は違和感バリバリでした、フルコン空手家の方と交流動画を
見たいときはオスのポーズをやるかやらないかそうね、オスはまあオスは好きになんかやりたければやってもいいしそうね。あ、チャンヒーコさん、スクワットの正しいフォームを教えてください。反らすのが正しい、あ、そう、反らすのが正しいと思ってました。私も一緒。なんか反ら、なんだろう、やってる人見ると結構反ってやってる人多いんだけど、うん、なんだ、なんだろう、あれはどこ使ってる、やってる時。背中、背中、おー、背中、そう、背中ギュッて力入れてやってる、うん、一番この辺が締まってる感じがするんだ、うん、だから、まあ、それもそれはそれで多分、うん、なんか背中には効いてると思うんだよね、うんうん、だけどどこに効かせたいかによって、うん、そうだね、全部だよね、うん、結局どこに効かせたいかによってなんか使い方、姿勢とか、うん、ちょっと変えるだけで全然違うところに効くから、うん、そういう細かいことをなんか知っていくと、なんか、あ、これ間違ってたんだなみたいな、自分に必要なかったんだなとか、こう背中にやらせても、うん、自分に必要ないんだなとかつけたいところとか、そう、ね、大事だよね。いやだからさ、なんかさ、トレーニングしてますって言ってもさ、うん、せっかくやってんのに、なんだろう、全然ついてない人とかいるじゃん。もったいない。もったいないよね、うん、なんか力逃げちゃってたりとか、違うところについてたりとか、うんうん、だから空手って結構太もも、前の太ももなりやすい、筋肉つきやすいの、つきやすい、あ、太ももめっちゃ太い人多いですよね。どう、わかんないけど私の周り多いんですけど、太ももが太くて、あのウエストは細くて、あ、バランスがすごいね、なんかもう太ももボーンってなっちゃう、うん、だけど別に太もも太くなくても強い選手もいるし、うん、スラッとしてても強い選手もいるし、うんうん、あのサラとか、山田サラとか、みんなご存知ですかあのマイナス55キロの山田サラとかは細いけど、うん、あの出るスピードは速いから、うーん、だからその太くなくても全然、うんうん、あの速くできるんだなってすごい 思いましたね。だから正しいフォームを教えてください。正しいフォーム、まあ、正しいか正しくないかはそれ人それぞれだけどね、うん、何したいかが重要だよね、うん、だけど私がいいなと思うのは、あの足を肩幅よりちょびっとだけ広く、なんかあんまり広いと違うところに効いちゃうんだけど、ちょびっとだけ広くして、つま先はちょっと外に向ける。でここから、前ももを使っちゃうと、これ違うやつになるので、スクワット後ろ側を鍛えたいので、うん、お尻、太ももの後ろを鍛えたいので、この姿勢で、で反らない、腰をね、ここ反らないこと大事、反らないでしっかりお腹キュッと入れ込む。で入れ込んだところからお尻を後ろにグーッと、うんうんうん、お尻を後ろに、そうすると前に行かないで多分後ろに行くと思います。膝がつま先より前に出ないように、後ろに後ろに、なるべく後ろに、で下まで下げる。そうするとお尻しっかり使えると思います。で上がる時もお尻で上がるようなイメージにすると、ちゃんと後ろ側が使えると思います。この時は後ろ側を意識、この意識、意識っていうのがマジ大事なの。めっちゃわかる。わかる、うん、わかるよ。だってもう意識とかける時間はもう形状記憶ですね、はい、形状記憶です、形状記憶ですマジで本当に。だからもうここって言って意識すると体は答えてくれるの、うんうん、素直だからね体。そうだからマジで意識大事本当に、うん、もうめっちゃ熱こもっちゃったけど今、うん、今日一大事じゃない、うん、大事、うん、意識。そうね、そんな感じかな、私がいいと思うスカウトはね、うん、はい。アンズ T さん、膝の裏が、あ、筋張って股関節の超硬い、あ、おじさんです。おじさんのストレッチありますかそうだな、膝の裏が張って筋張って股関節の超硬い、え、でも、うん、空手やってる人とか、うん、まあでも空手やってない人でも動いてない、普段動いてなかったりすると、うんうん、もうあれだよね、股関節超硬くなる、うん、しで股関節超硬いのに空手やりましょうって言っても、うん、多分あの足上がんないですか、うん、で痛めたりとか無理やりやると、無理やりやって、ね、そう、だからそこマジでね、あの股関節すごい柔らかくしといた方がいいですね、うん、膝の裏っていうのは膝の裏、もも裏、うん、もも裏硬い人多いでしょう。多い、どうだろう、多い、ね、男性特に多いかも、多い男性多い、うん、
だからそういうもも裏のなんでストレッチとか、うん、23日にさイベントでやりたくない、うん、やりたい。えめっちゃ大事だから、うん、なんか私たちがやるのって女性向けなイメージあるかもしれないんだけど、うん、男性の方にも本当に参加してほしい、イベントなのね、うんうん、で23日はこの間さ男性ほぼいなかったじゃん。いなかったね。女性ばっかりだったじゃん、うん、だから男性の方にもマジで受けてほしいなって思って、うん、私も男性に必要なトレーニングとか空手の動きをちょっと入れてみたいのね。そう今回はだからちょっと8月23日空いてる人、はい、空いてる人いますか？はい。空いてる人ぜひぜひ参加してみてください、うん、ね、参加方法は私の概要欄に貼ってあるので、うん、そこから予約表が貼ってあるので23日のとこピンってやってピンってやってください。ピンってやってポチって予約してください。よし、超片寄さんのストレッチ、なんかストレッチちょっと一個紹介する？うん、軽く、うん、軽く、ほんと簡単なやつを一つ、うん、で、そもそもその膝裏が硬い方って前ももが結構張ってる方が多いです。あー、そう、前と後ろはもうそうセットなんですよ。なるほどね。そう、まあ一つ言うならば、うん、筋肉って伸びたり縮んだりするので、うんうん、その伸びたり縮んだりする機能がそもそももう機能不全を起こしてる方って結構多くて、うん、で男性は特にこの前ももすんごい力が強いんですよ。あ、まあ、いわゆるアウターマッスルっていう、うんうん、前ももの筋肉なのでこっちばっかり使っちゃってると、うん、裏側がパツパツに張ってきます、うん、なのでぜひ一緒にやってほしいんですが、はい、今日は前ももをちょっとほぐしましょう。ほぐしというかストレッチです、はい、でじゃあやってきます。じゃあまず座ってもらって、で両膝を立てます、はい、で両膝を立てたら一緒にやろう両膝を右側にパタンと倒してください。両膝をこっち側に右側に、うん、パタンと倒します、はい、でそのまま左の膝を後ろに引いていきましょう、はい、そうで前足の右のかかとの方を恥骨にグッと近づけていきます、はい、でそのまま右手を肘床につきましょう、はい、うん、でこの時にすんごい肩に力が入らないようにちょっと軽く脇を締めて肘の先端でグッと床を押してください。で左手で左の足の甲を持ちます、はい、持ったらお腹、さっき言ったようにおへそぐーっと背骨の方に近づけてお腹を引き込んでください。でそのまま、左の膝を少し後ろに引きます。お、いいね。いいでしょ、前も伸びてる。そうで、ぐーって足の甲手のひらで引っ張ってあげて、はい、ちょっと目線は斜め上です、はい、じゃあ3回一緒に呼吸しましょう、はい、鼻から息を吸って口から吐きます。ふー、もう一度吸って口から、ふー、もう一呼吸吸って口から、ふー。じゃあゆっくりと左手を解放して左手前について上体起こしてきます、うん、どうですか？伸びてるね。伸びてますよね。なんかいつもこうやってこういうのしか知らないから。あ、そうだよね。そう、なんかこの伸ばし方しか前ももの伸ばし方ないと思ってたから、うん、そう、意外とあるんですよ。なんか全然こっちの方が伸びる。伸びるでしょ、うん、でこれは一石二鳥なことがあって、うん、前ももも確かに伸びるんですが、うん、この足の付け根も伸びます、うんうん、でこれは多分蹴りにもすごく大事、うん、大事で、さっき反り腰なんですってすごい質問が多かったけど、反り腰の人ってここがキュッて縮まっちゃってるんですよ。腸腰筋。そうです、さすが腸腰筋です。イエーイ。腸腰筋がチュッと縮まってるので、ね、ちょっと縮まっちゃってるのでそれを伸ばせる、はい、こういうところ伸ばせますので。そう、腸腰筋ってすごく大事で、縮めることも大事なんだけど伸ばせることも大事なんだよね。そう、だから伸ばし縮み、伸ばし縮み伸ばし縮み縮みみたいな感じがすごい大事だから、うまく使うっていうことがやっぱ大事だなって思う、うん、なんだろう、あとは、あ、裏回し、裏回し、あ、うん、そう、裏回しっていうのがあって、空手の技にね、ちょっと立ってもらっていい？はい、いきなり、はい、動かないでね、はい、これが普通の回し蹴り、うん、で裏回しは
自分の足の裏で裏回し。おお。これね裏回しで、キャーキャー言ってた。で裏回しが苦手な方がねすごい多いってインスタで来たのね。裏回し苦手なんですけどって、うん、裏回し伸ばせないとか、うんうんうん、返せない、うん、最後のあと人返しができないっていう人、多分腸腰筋固まってるよね、うん、固まってると思う。伸ばせてないんだと思うね。うん、だから縮むのも大事だし伸ばすのも大事だから腸腰筋 のストレッチ今のやつ、うん、やってみるとちょっと伸びるかもしれない。裏回しできるようになるかもしれないです、うん、よし、はい、よしよし。じゃあこういうのをちょっとイベントでも、うん、すごいね1時間っていうねめっちゃ短い時間だけど、そう、私たちのコラボイベントでちょっとどん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 やっていこうと思います、うん、はい、じゃじゃーん。コラボイベントの詳細です。詳細じゃないか。コラボイベント8月23日11時から12時、ただのあやか×ケイティ、はい、コラボイベントします。このコラボイベントは何だろう、軽く説明すると、私が空手できる人、うん、でケイティは、ピラティスとヨガ、うん、そうできる人なのね。で私は空手とトレーニング担当、ワークアウトか、うん、ワークアウト動く、もうガンガン動く系、有酸素運動ですね。そうでけいちゃんは、姿勢改善だったり、うん、あとリラックスのヨガをやるのね。それを全部合わせて、うん、もう二人でできることをもうギュッて1時間に詰め込んで、音楽をかけながらやっていくっていう、めっちゃなんかもう何バランスがいい、うん、そうバランスがいい、もう受けたら整うイベントです、ね、本当みんなに受けてほしいなって思う。なんかいいものだけど知ってもらえるところが少ないって、うん、なんか辛いなと思った、うん、そうみんな来て、ね、もう1回でいいから来て1回でいいから体験してほしいって思った本当に、うん、なんか最近頑張って発信とか、うん、お互いでやるんだけど、やっぱりなんかこう何みたいな、うん、何だろうみたいな、どういうのだろうみたいな、うん、っていうの結構あって、でまあ受けてくれなかったりとか、うん、あ私空手いいやとか、うん、私ピラティス知らないしって、うん、なって受けない人が結構多いんだけど、なんか空手ピラティスとかにとらわれないでほしいなって思っちゃって、もう口癖の一回やってみよう一回やってみようってすんごいめっちゃ言うけどねいつもね一回やってみようって一回やってみよう、そう一回やってみようと思うから、一端末3000円、うん、でもうね私たちもう何だろう、この間もファミリーがすごい多かったよね。多かった、ファミリーめっちゃ多かったね。ちっちゃい子がそういる人も参加してくれて、でズームでやるから場所も問わずだし、うん、まあ、Wi-Fi 環境は必要だと思うんだけど、うん、でも一端末で何人でもいていいからもう、うん、もうみんなで楽しくやってほしい。そう、夏のイベントないからさ、うん、もう夏のイベントが大好きなの、うん、フェスとかさ全部なくなってるもんね本当に。あ、ちょっとフェスみたいな感覚でちょっと体を動かしましょうっていう、うんうんうん、ようなイベントになってます。ぜひぜひお友達も誘ってみてください。はい、はい、じゃあちょっと今月じゃないの、6月29日から8月8日までの再生ランキングを紹介したいと思います。はい、何が人気なんだろう。あ、5位からいきます。じゃん、5位、初挑戦のキックボクシング。おーすごいじゃん最近やったばかりなんだけど、これキックボクシングは本当に初めてで、なんか膝蹴りとかあったの。今度行こうね、うん、行きたい。あれ見ててすごい楽しそうだった。そう、恵比寿にあるキックボクシングで女性でもすごい簡単にできるように、うん、先生がいて、ミット打ちとかやってくれるから、もう超ストレス発散になるよ。行きたい。ミットのパンってパンっていう音ね。やったことないでしょ。ない、やってみたいでしょやってほしい。もう連れてきます。はい、お願いします、はい、強制的に連れてきます。はい皆さんも行きたい方、詳細とかはインスタに載ってる、うん、インスタでちょっと見てみてください。はい、では4位、じゃじゃーん、首都イラン VS 日本代表試合解説ね。イランの選手との試合解説です。もう試合解説って
なんか自分でやってみて思ったけど、うん、なんか自分の動きをもう一度よく確認できるから、うん、めちゃめちゃ自分のためにもなるなと思った。あ、勉強ね。そう、うん、あんまりなんか動画とか見ない派なんだけど、自分の試合とかそこまでなんか巡らない派なんだけど、うん、でも今回やってみてめっちゃ自分の勉強にもなるし、それをみんなにも伝えられるし、すごいいい、良かったなと思った。一番の発見は一番の発見はなんか、あ、自分こういうことできてんじゃんみたいな。あ、意外とこういう時にちゃんとできてんだっていうなんか発見、うんうん、で試合前の練習、うん、で練習してたことがちゃんとできてるっていうのがびっくりした、うん、すごい素晴らしい。なんか体に染みついてるんだなって、うん、だからやっぱり練習って大事なんだなって思った、うん、かな。はい、じゃじゃーん、3位稲穂とのやつですね。皆さん見てくれましたか稲穂とのやつ。はい、これね、暴露、暴露話あの彼氏の強い人が好きみたいな話でしょそう、あれ面白かった、面白かった、ありがとう。ついつい見ちゃった見ちゃった。あのね、伝統空手、タスじゃないVS 極真空手、どっちが強いのっていうやつなんだけど、もうマジ稲穂が大活躍してくれたあ、そうだ、あのね、極真空手の方ちょっとまだね、あんまり詳細は言えないんだけど、うん、じゃないよ、言わないでしょあなた極真空手の方とちょっと今後コラボする予定があります。誰とは言えないけどはい、ありがとうございます。稲穂いつもありがとうね稲穂は私 の, あの高校の同級生ですはい、じゃあ第2位、じゃじゃーん、はい、なんとかのボディ、ボクサーの鋼鋼のボディはい、あ、これはね、ここから再生回数がすごいですよ。4万じゃん、全然違うじゃん、ま、本当だ、あ、9000、これね、実話じゃない、あ、実話か、暴露話は9152なんだけど、2位は、はい、4万、すごいね、びっくりしたわ、いきなり上がってるね、ね、嬉しい、なんかねこんな感じです。ボクサーにパンチ受けたやつ、めっちゃ痛かった、マジで痛かった、みんなも受けてほしいみんなにも受けてほしい。はい、では第1位、じゃじゃーん、いや、これ嬉しいよ、空手家としてはね、マジ嬉しいよ。はい本格空手講座、上段蹴り、イエイイエーイ、もうね、やばいよ、6万だよこれ、うん、なんかもう自分でもびっくりなんだけど、うん、すごいね、うん、みんな見てくれたのかな、ここにいる皆さん見てくれたのかな、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。よし、なんか本業でよかったわ1位が本業でよかったわ。そうだね、そう、全然違うやつだったらさ、ってなっちゃうもんね、いらないみたいなそう、はい、ではあのこんな感じでランキング終了します。これからあのもし私に企画としてやってほしいこと、 YouTube で見たいなって思うようなことがあれば、ぜひぜひ大募集しているので、コメント欄でもいいし、インスタの DM でもいいし、もう何でもいいですあのコメントいただけたら私のやる気になるので、うん、ぜひぜひお願いします。いや、ここのね、課金とかもめっちゃやる気になる、なんか、うん、すごいね、めっちゃ嬉しくない、なんか、うん、嬉しいね、嬉しすぎてなんかね幸せですね。絶対オレンジジュース買ってね。え、買う買ってさ、インスタ載せるね、インスタ見ててねオレンジジュースとポカリね。あ、ソーセージさん、千葉で空手やってました、密かに応援してます、ありがとうございます、嬉しい。あとは、あ、松さん、タダの姉妹は全員空手やってるんですか。そうだね、やってたんですけど、ちっちゃい時だけ、ちっちゃい時にみんなやってました、一応黒帯、一応ね。でも妹からこの間さ、うん、やってたって言わないでほしい恥ずかしいって言われた、バラさないではい、高校くらいは平気だけど、
あオスね、オスの話ね、大学で他人の目がある時は恥ずかしかった。確かに、いやオスはね、そうオスのちょっと恥ずかしいよねコメント見てくれてるんよね。コメント見てます、もうコメントとともに喋ってます。これはありがとうございます。あオスの話、いつもとは迫力が違いました。ありがとうございます。どっちがいいかな。でもいや今後もはあの真剣にやれって言われたら結構なんかさ、いかついキャラになっちゃうじゃんあのそれはさ、なんかちょっと怖がられちゃったら嫌だし、なんかそれ一応女性ですからね、はい、はい、一応ねあ、小学校の時はどういうことを意識して練習してましたか。 KH さん、小学校の時ね、記憶を記憶をたどって小学校の時、あ、小学校の時は型が私大好きで、うーん、本当に組手怖くて、ちっちゃかったからずっと、うんうん、身長がね、で組手嫌だなと思って、痛いなと思ってたんだけど、だから型が大好きで、もう型のなんだろう、技の綺麗さとか、うん、基本の綺麗さ、うん、もう形にめっちゃこだわってました。うーん、昔は本当に基本は本当にずっとやってたし、もうね教え込まれたね。あ、だからやっぱり基本できてるからこそ、今なんかこれやりたいなって思った時に、うんうん、意外とできたりするの。うーん、でその基本を怠ってたら絶対今できなかったんだなと思って、うん、そう、なんか運動神経いいなとか言われるけど、そういうのじゃないんじゃないかなって、うん、それも運動神経とかもあるかもしれないけど、でもやっぱ基礎ができてるからこその、うん、なのかなって思う。足だけ5センチ伸ばしたい無理絶対無理普段 YouTube 見てますか。普段 YouTube ね、何見てんだろう。あ、オリラジの、オリラジ、オリエン、オリラジの中田さん、うん、のなんか本、あー言ってたね、そう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 、うんうんうん、あれがめっちゃわかりやすい。もう私本読むの苦手なんだけど、なんか解説してくれるかめっちゃありがたい、あ、ハンドスピードを上げる方法を知りたい。ハンドスピード、ハンドスピードっていうのはどういうことだ。手のスピードだよね、うん、ってことでそのまんまですね、はい、すいませんまた私すいませんハンドスピードを上げる方法、ね、ハンドスピードを上げる方法はまず、手のスピードを上げることっていうのは、体を動かさないことが大事なのね。 無駄にで、体前に出るときは動くんだけど、うん、そのこの動きと一緒に手を起きてなったいきなりやったか、手を出す、あとは後ろの足でグッと押すのと一緒に、だから全部体の連動、うん、後ろの足から体で手にまで持ってきてグッて、これを1回で、なんだろう、ちょっと難しいんだけど、1、2とかだとバレちゃうじゃん、うん、遅いじゃん、だからこれを脱力しながら全部を1回で、うん、決めるのね。そうすると伸びるし速い技が出せるかなって、私が経験した中ではこんな感じかな。あとはもう手速くするんだったら肘を出す、肘を、そう、手を前に出すんじゃなくて肘を前に出す。やっぱり胴体から近い方がいいんだね。え、どういうこと？この中心、うん、から、あ、近く出していくってこと？そうね、それとまた違う、あ、どうなんだろうちょっと違うらしい、はいなんかまあ、脱力することと肘を出す、そう、肘を出す、そう、例えばじゃあ手を出そうとすると、うん、力が入るの、すごく、手をギュッていこうとすると、やってみていきなりやらせる手を出すと力が入るし脇が開くの、うん、確かにこの辺がすんごい使ってる感じするでしょ、うん、でこれをここから肘を前に、うん、あ、肘を前、全然違うそう、肘を前、そうするとまっすぐ出るの、突きが、ほんとだ、そうなんか引っ張られてる感じがする、そう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 、グッて、わかる、全然違いますこれはぜひやってみてください。素人がやって全然空手、全然違います全然空手やってないのに素人がやってるけど、お、
最後にね、ケイティさんに、はいはい、なんかあれば、ちょっと私のことばっかりになっちゃったからさ、あケイティさんになんかあの質問、あそっか、うん、質問なんか質問あるかな、ケイティさんにの質問ちょっとあればさ、なんかあるかな、なんかもう一個やってもらいたいんだよね、前ももどうしようかな、あ背骨にしよう、あん、背骨にしようかな、うん、背骨の動かし方にします、うん、キャーオス、ありがとうございます、フクロン、フクロウさん、フクロウくんさんくんにおさんにしちゃった、フクロウくんありがとう、課金ありがとうございます、めっちゃ嬉しいじゃん、なんか課金とか、うん、めちゃめちゃ来てるね、ね嬉しいね、うん、はい、はい、じゃあちょっと最後背骨、はい、あのねこれ私が一番ねおすすめする背骨、背骨マジ背骨をね一個一個動かすとか本当意味わかんなかったけど、うん、そうだよね、そう背骨を一個一個動かすらしいです、ケイちゃんは、はい、背骨はめちゃめちゃ大事ですで皆さん骨盤と背骨は、はい、つながっていますので、はいはい、骨盤と背骨ね、なんで背骨大事だって思う、なんか思ったのが背骨って何なんだろう、背中曲がってるとさ背骨曲がってるみたいな感じじゃん、うん、で骨盤を骨盤がこうなってると背骨が反ってるじゃん、うんうん、で直した時になんか本当にお腹がへこんで、うん、勝手にね、うん、姿勢がすごい良くなったのね、骨盤を直した時に、うんうんうん、背骨もまっすぐになったの、うん、だからあれなんか背骨も大事じゃないみたいな、うんこれ背骨大事なんじゃないと思ったの、大事、ね、めっちゃ大事、でも大事本当そう、どうしよう、じゃあ今日はどうする、どうしようって何、正しい立ち方教えてあげるか、あそうしよう、ね、立ち方、立ち方、正しい立ち方、基本姿勢、みんな基本姿勢って知ってます、知りません、知りませんよねこうすごいいい姿勢だなとか、やっぱ姿勢いい人ってこう凛としてるし、うん、空手でも大事じゃない、いやマジかっこいいよね、座った時とかもさやっぱスッてなってる方がかっこいいじゃん、うん、そうだからね、私がいつも言ってるのはちょっと横入りすいません気をつけから正座に入るんだけど、正座する時にどうしてもよっこいしょってこうやって、うんうんうん、姿勢が丸まる人は結構いるのね、だからそれを正しくっていうか、このままの状態でまっすぐ正座をしましょうっていう風には言ってるの、うん、でもやっぱり崩れてたり、うん、骨盤が前後してると難しいじゃん、うん、そうだね、そうだからそれのチェックの方法も分かんないから、そうだよね、だから何が正しいのかっていうどこのポジションが正しいのかっていうことを、うん、じゃあ今日はお伝えして終わりにしましょう、はい、はい、じゃあですね皆さん立ってください、はい、立ちます、で足を骨盤幅に開きましょう、はい、で膝のお皿の真ん中の延長線上に足の中指と人差し指を置きます、はい、一緒にやりましょうか、うん、はい、でこの状態でまずはちょっと横向きますね、私この状態から足の指10本を持ち上げてみてください、はい、うん、そうした時に後ろにこうやって戻された人は前に重心があります、うんうんうん、なので指を10本持ち上げた時のここの状態をまずはキープする、はい、でここの状態から指だけをそっと下ろします、下ろした時に前に戻っちゃダメです、指を立てて重心をまっすぐにした状態から指をそっと下ろす、はい、うん、はい、でこの状態で両手三角を作ってください、はい、でこの三角を骨盤に当てます、これ当てる位置がめちゃめちゃ重要です、おへその下の恥骨に指先が来るように、はい、で骨盤の出っ張りの2つの骨に手首側が来るように当てて、この面横から見た時にこの面がちゃんと3点平行になってるかどうか、これがめちゃめちゃ重要です、はい、これが例えば恥骨が前に出ちゃうとこれはもう骨盤が後ろに倒れちゃって猫背です、逆に恥骨が後ろに行き過ぎてると
反り腰になるので、うん、これをちゃんと平行に合わせることが大事、はい、で上半身はみぞおち、おへそから指4本分くらい上のみぞおち、ここが前にポンと突き出てると肋骨が開いちゃうので、みぞおちをしっかり中に入れてください。はい、はい、で軽く顎を引いて背骨をスッと伸ばします。特に頭と首の付け根の後頭部あたり、ここを上にグッと引っ張るイメージで、お尻の尻尾の骨を下にグッと引っ張ってフックを上下にグーッと伸ばすようなイメージ、これが正しい姿勢です。じゃあこの状態でゆっくりゆっくり座っていく、これすんごいいい姿勢ですよね、うん、どうですか、うん、やっぱこう上引っ張られるようにしましょうって言っても、うん、いつも言ってるんだけど、うんうん、でも一個一個説明しないと多分、うん、ギュッて力入って伸ばすとか、うん、で首に力入るじゃん入る。だから今の姿勢だと全部が力抜いた状態、抜けた状態なんだけど、リラックスした状態なんだけどまっすぐっていう、なんかめっちゃどこにもなんか無駄な力を使わない、うん、楽だよね。そうだからね、疲れにくいっていうか、歩いてても多分この姿勢やってると、うん、なんか疲れにくいと思う、うん、ほんとそう、うん、インナーマッスルとか体幹ってあの無駄な力を使わないので、必要な力、うんうんうん、もう最小の力で動くことがすごく体に負荷をかけずにできる、うん、なのでこれも空手の動き、うん、試合の中でもどうしてもやっぱ後半バテちゃうとかいう人いるよね、うん、いる。だからそういう人はもしかしたら体をすっごいガチガチに固めて動いちゃってるのかもしれない。あるね、空手あるあるだね、力、インナーじゃなくてアウターが強いから、うん、やっぱアウターでなんとかグッてやってるけど、うん、やっぱインナーを使えた方が絶対早いし、うん、あのキレがある、うんうん、から絶対いいと思うんだよね。だから私はケイティと一緒に、うん、あのイベントをやりたいなと思ったし、うん、あのなんだろう、ちゃんと教えてもらいたいなと思ったし、だから空手にめっちゃ使えるの本当は。でもみんなピラティスを知らないのそうだからみんな知ってほしいね。知らないんだよね。このここを見てくれた 人はね、みんな知ってますもんね。できた。すごーい。かっこいい。ありがとうございます。できた。やった。素晴らしい。はい。じゃあちょっと最後まで今回はねこんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあ改めてちょっと今回のイベントの紹介、イベント紹介。いやここ今日来てくれた人がさ、うん、参加してくれたらめっちゃ嬉しいよね。めっちゃ嬉しい。超嬉しい。8月23日日曜日11時から12時。私とケイティのコラボイベントしまーす。しまーす。はい。詳細は概要欄へお願いします。お願いします。はい。コメントね、全部読みたかったんですけど、読めなくて本当すいません。後でちゃんと読みます。はい。はい。あ、なんか結構来てるな。本当だ。はい。あ、そうだ。あ、そうだね。どうでしょう今日やってみて、ね、初めて YouTube の生配信やりました。 YouTube やってんの？ YouTube やってないです。あ、 YouTube やってないのか。やってないです。やってほしいよね。本当ですか？見てくれます、うん、やってほしい。どう？ね、すごい、なんか画面越しでも一緒に動いてくれてできたとかってくると、うんうん、めっちゃすっごく嬉しい。なんかこんなに嬉しいんだって、うん、なんかちょっと甘く見てました。あー、はい、YouTube をよかった。でもすごくなんか一緒にやってる気がして、うん、すごい嬉しかったですね、うん、なんかこの一体感がイベントでもこう感じられるから、うん、もうそれこそ本当になんかね、こう月一のイベントなんだけど、うん、まあ、今後どうなるか分かんないから、うん、なんだろう、本当に本当は会いたいけどね、会ってやりたいんだけど、そうだから会えるまでの期間、うん、ちょっとあのズームのイベントでやっていこうかなっていう感じで、うん、ケイティと一緒に今ずっと話してますね。はい、はい、あ、遅れた。あ、ささみジャッキーさんありがとうございます。見れなかった人はアーカイブで残しておきますので、うん、ぜひ最初から最後まで全部見てくださいね、はい、はい、では今日はこんな感じで
終わりにしたいと思います、はい、私たちのコラボイベントぜひ参加してください。参加してください。よろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。またやるね。インスタライブもやろうね。うん、やろう。うん、インスタライブも見てね。